だ囲まれてるからいいんだけど、囲まれてるって言ったら、でも距離がないから、うん、すぐ終われるけど、幕山は単調だけど結構距離あるから。そうっていうか、登山口からさ、ちょっとあの登山口のあそこのルート、登山道入るまでがちょっとあの急勾配が結構疲れるんだよ。ホットライフガードができたぜ。ホットライフガードはちょっときつい。接続されています。何入れる？エアコン。いやもういいよ、早く行って、うん、早くやって。はい、うん、入れるとかその聞く前に早くやって。はいはい。心臓、うるせえ。あ、こっちよりこっち、こっち、うん、こっちより。開けてないと死ぬ。だ、無理だよこれ。うちも死ぬけど犬が倒れるこれ。うんうん。じゃあ外の風の方がまだマシやもん。え、言ってんじゃん。前友達がそこ開けっぱで運転してる車見たっつって、急いでなんか追っかけたらしい。急いで追っかけたっつって、なんか大声張り上げたっつって。その子歩いてたから。
え、なんで？いきなりこっちに入った。鳴らしたの。なんか音聞こえたよね。うわ。軽トラ、後ろにいた軽トラが、はい。急に左折して曲がったからじゃない。入ってきたんだ。あの、うちらの前に止まってた車が。入ってきたんだ。あの前から入ったから。じゃあ。出口入り口が決まってるか知らないけど。結構急に曲がってきてみたのが。なんか鳴らされてたんだ。うん、だって下手したらぶつかっちゃうわけ。ウィンカーってもっと早くに示さなきゃダメだよって毎回見てると、はい、ギリギリやったらそれはね。これさ、前の車なんかこんな顔してるよ。それぶつけちゃったんじゃない。福岡の顔だけど、